エコノミックニュースジャパンのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。自民党の元衆議院議長が眞子さまとの婚約が延期されてきた小室圭に対し、国民への説明責任を果たすよう異例の苦言を呈しました。本日はその苦言と説明責任を果たすべき金銭トラブルについて改めてお伝えしていこうと思います。エコノミックニュースジャパンでは、日本の旬な経済情報の中から皆様のお役に立てる情報や面白い情報をピックアップしてお届けしていきます。通知が届くようにチャンネル登録をお願いいたします。また私の動画は聞き流していただいても十分理解できる内容になっていますので、ラジオ感覚で聞いてください。現代日本の闇についての動画をこれまでにもいくつか配信させていただいております。再生リストのカードを表示しておりますので、今回の動画と合わせてご覧ください。それでは本編を始めていきます。元衆議院議長の伊吹文明氏は、最高顧問を務める自民党二階派の会合で、秋篠宮様が誕生日に際しての会見で眞子様と小室圭の結婚を認める発言をされたことについて、父親としての娘に対する愛情と公私というものの奥様であるものにかかってくるノブレス・オブ・リージュとしての行動と両方の間の相克のような辛い立場に皇嗣殿下はあられるんだなと思ったと感想を述べました。その上で伊吹氏は、小室さんは週刊誌にいろいろ書かれる前に、やはり皇嗣殿下がおっしゃっているようなご説明を国民にしっかりとされて、そして国民の祝福の上にご結婚にならないといけないんじゃないかとして、母親の元婚約者との金銭トラブルをめぐる小室圭の姿勢に異例の苦言を呈しました。また伊吹氏は、国民の要件を定めている法律からすると、皇族方は人間であられて、そして大和民族、日本民族の一人であられて、さらに日本国と日本国民の統合の象徴というお立場であるが、法律的には日本国民ではあられないと説明し、眞子さまと小室圭さんの結婚等について、結婚は両性の合意であるとか、幸福の追求は基本的な権利であるとかいうことを、マスコミがいろいろ書いているが、法的にはちょっと違うと指摘しました。伊吹氏と同じく多くの国民が、日本国と日本国民の統合の象徴であり日本国民ではないと考えているように思います。私もその一人であります。また眞子様の結婚は一般国民の結婚とは根本に違うものであり、その立場を理解してほしいという国民のメッセージでもあると感じています。そもそも多くの国民がこの結婚に反対している理由は、小室圭の抱えている金銭トラブルから垣間見えてしまった小室圭の人格であり、眞子様の結婚相手にふさわしくないという国民の思いによるものです。週刊誌に並んだ見出しを追うと、揺れるご一家、埋まらぬ溝、小室圭さん、あの400万円は学費に使っていない、眞子様入籍のみ地味婚へ、眞子様は捨て身、小室さんはやりたい、涙の会見計画、眞子様からの無言の圧力、秋篠宮様が言わされた結婚容認の真相などなど、これだけ取り上げるのはやはり小室さんの影響が大きい。読者の小室さんに対するアレルギーは相当なものがありますからね。一般紙社会デスクはそう話します。お二人の婚約が内定したのは2017年9月でした。当初の予定では18年4月に納采の儀、同年11月4日に都内のホテルで結婚式が開かれる予定でした。そこに立ちはだかったのは小室圭が抱える金銭トラブルです。圭の母親の小室佳代が元婚約者から400万円を借りていて、返済の要求に応じないことが明るみに出たことで、一連の行事は延期になったと言われています。その後、圭はニューヨークの大学に留学し、日本国民の視線から離れることになりました。小室家の言い分は譲渡、元婚約者の言い分は貸したと、両者の主張は相入れることはなく、交渉は落としどころを見失ったまま着地点を見出すことができませんでした。そんな中、元婚約者の独白を伝えたのは今週発売の週刊現代でした。小室圭さん、母の元婚約者独白、眞子様にお伝えします、もうお金400万円はいりませんという見出しが躍りました。貸した400万円は放棄しますよという内容です。だけどこれで結婚への祝意が国民から湧き上がるとは思えません。小室家の言い分通り譲渡だったとしても、そんな大金を元婚約者といえども赤の他人から、言葉は悪いですが引っ張った、
そのやり口に対する拒絶反応はなかなか消えません。拒絶アレルギーを持たれてもしょうがないと思いますよ。さらに驚くことに、元婚約者は独白の中で婚約中のことを打ち明けています。婚約したといっても動機もせず、マンションのお互いの部屋を行き来するのも数えるほど。佳代さんとの間に肉体関係もありませんでした。佳代と元婚約者は10年9月に婚約しました。その2ヶ月後の11月に45万円余りを振り込んだことを皮切りに、佳代からの無心が続きました。12年9月に婚約は解消されましたが、2年間で400万円が元婚約者側から小室家側に渡ったという事実は消えません。譲渡だろうが貸し付けだろうが、そんなことはどうでもいいんです。金銭トラブルを起こすということ自体が問題なんです。私に娘がいて、そんな金銭トラブルを抱えた男を連れてきたら頭から反対しますよ。それが親心です。お金の使い方はもちろん、貸し借りって人間性が露出しますからね。宮家の長女が嫁ぐ相手としてふさわしいと国民が思いますか？一度拒絶アレルギーを持たれると、形がないものだけにその払拭は難しくなります。それでも結婚に向け、お二人の意思は固いようです。拒絶アレルギーが K に対するものなのか、 K の母親の佳代に対するものなのか、その比率は分かりませんが、小室家が全面的に受け入れられてないというこの国を覆う雰囲気は確かで、それを一掃する神風が吹くかどうかは不確かです。本日はここまでです。今後も旬な経済情報をお届けしていきますので、高評価いただけると動画配信の励みになります。また通知が届くようにチャンネル登録と合わせてお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまたの機会に。